記憶と時間の箱へようこそ。これから体と精神をリラックスさせてください。記憶から戻る場合は心の中で終了と黙考してください。データの海？本当にそっくりだね。待って、ねえ、あっちを見て。私たちだよね。あれ、私たち知り合い？わからない。でも私たちは夢で会ったばかりだよね。何そのナンパのやり方、古すぎるよ。ああ、ごめんごめん。からかってるつもりはないの。あなた、セナディアじゃないの？確かに私はセナディアだよ。セナって呼んで。今のは、二人が知り合った時のこと？もちろん、正真正銘。私たちの初対面だよ。でも一体どういうこと？まさかこれもデータの海の再現能力だったりして。それはどうかな。図書館の本と同じように根源物質による完全再現じゃなくて仮想現実に近いのかもしれない。あ、そういうことか。親切姉さんが言ってたよね、私たちに分物を使用する権限を付与したって。そう考えると、小弱が使った方がいいと思う。そうしたら、より直感的に老朽の過去を見られるかもしれないし。じゃあ、心の中で終了って黙考した方がいい？いや、その必要はないんじゃないかな。何か知りたいことがあるなら、うちが話せば済む話じゃない？記憶違いがあったとしても、裏付けしてくれる器具があるし、そんな面倒なことをしなくてもいいだろ。それに多分大して役に立たないと思うけどね。うちはあんたと違って前からつながりを持ってるわけじゃないよ。そうだね。違うでしょ。私に言わせたらすごく役に立つに決まってるよ。ほら、私たちが老朽に行けたのはあの犬に出会ったからじゃない？あの時の状況から考えると、私たちがデータの海にいた時も、あいつは近くにいたはずだよ。でもあの時、私たちは今みたいにあちこち行ったりできなかった。今あいつを見つけて、どうやって自由に移動してるのかを説明させれば、問題は解決するんじゃない？そうだけど、目の前で再現されたのが、私の記憶だけなのか、それとも、あの時の全てなのかはわからないでしょ。もうせっかく来たんだしやってみようよ。私たちがあいつに出会う前だったらみんなが気づいてなかった秘密を発見できるかもしれないよ。しかしどこから始めるべきかな。あいつが最初から覗き見してたなら。嘘でしょ？ここでも怪物と戦うの？しかも前回と少し違うよね。というよりむしろこれでセナの推測が証明されたんじゃない？データ書籍と違ってここで再現されてるのは作者本人が知ってるデータだけじゃない。簡単でしょ？私たちも潜り込めばわかるんじゃない？ちょっとセナ。
が、向こう側が、老朽の週末のアンカー？待って、まさか、前に週末のアンカーが起動したのは、私がたまたまそうしたからじゃなくて、最初からあいつに動かす能力があって、ただ、私たちがオーカを見つけられるように、タイミングを待ってただけ？二回も起動させられた真相って、まさか。ねえ。ねえ、ちょっと大丈夫？二人とも、どうして顔色がそんなに悪いの？違う。これはデータの海の影響じゃない。静寂。何か、隠し事でもしてるの？